まずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。しゃあないか。プールと違っていろいろ危ないことがあるかもしれないから、みんな気をつけてね。今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで本当に見たのかもしれないね。じゃあ図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ僕後で調べに行ってみる。どっちよ。見てるんだ。それはレンズ越しだよ。それに夕焼けくらいだったら全然眩しくないし。面白くはないかな。というか寂しいかも。今日ももう終わっちゃうから。朝が来るでしょ、昼間は遊ぶでしょ、で辺りが赤くなってきてもう夕方。そうしたら一日ははいおしまい。また次の日まで、夜が明けるまで。こうやって夏休みも終わっちゃうんだね。まだまだであっても終わるんだよ、いつかは。まだまだだね。終わりが来るまではまだまだ。京介くんには実感できないかもしれないけれど、けれど私は終わりっていうものがどういうものかよく知っているつもりだから。そうだよね、エマちゃん。そんなことないよ、お兄ちゃん。
お兄ちゃん。お兄ちゃん、どうしたの？なんで泣いてるの？泣かないで。ね、泣かないでよ。お兄ちゃんがそんなことするはずないよ。それにほら見て、もうみんな真っ白で、私たちの他には誰もいなくなっちゃったみたいだから、この世界には私たち二人しかいないみたいだから。お兄ちゃんが悲しんでいるの嫌だよ。お兄ちゃんには泣いてなんて欲しくない。罪悪感？よくわからないけど、本当に思ってるの？人を殺したって。逃げ出してもいいよ。だって私たちの他には誰もいないんだし。嘘じゃない。じゃあ私が許してあげようか？お兄ちゃんが私のこと好きだって言ってくれるなら、私が許してあげる。誰もいないことだし、思い切って言うね。私ね、私、お兄ちゃんのことがずっと。お兄ちゃん。
バスケ、ごめん。怖くて怖くて逃げ出しちゃったんだ。おはよう。京介くんはよく眠れたみたいだね。私は全然眠れなかったよ。睡眠不足も乙女の肌の大敵だよね。あたしが乙女だってこと分かってくれた？あたしだって男の子を好きになることあるからね。今はか。うん、そうだね。これって恋愛と似ているのかな。ホップステップしてまたステップ。京介くんの記憶、一番重要な部分が抜けているんだよね。誰を殺したか。けれど記憶には残っているんだよね。
それが誰だったのか教えてあげる。そう、私なんだ。京介くんが手にかけたの、私なの。だからだよ、本当はそんな出来事がなかったのは。だって私生きてる、姉さんで。